白黒ハッピーさせましょうか。どうも天才人生のナウキングです。ガタイピアスのタマキ、女の人を入れたいタケミ、金曜ワイドも好きな。今回の企画、パチンコ対決。待ってパチンコって絞れたやん。パチンコってパチンコ玉やん。でかいパチンコ玉って丸いやん。丸いって月やん。月ってウサギやん。ウサギって交尾するやん。スイッってことやん。いや遠いって。パチンコのシーンとかじゃないん。長いけど。ということで今日パチンコ対決なんですけど、ちょっと財布出してもらっていい？みんなもう持ってきたよ。もう持ってきてる。皆さんの全財産教えてください。バン。おお、やるや。1万2000円です。おお、金持ってんな。持ってるよな。バン。1万2000円です。おお、ほんと。なんかそれこう、なんかやらせみたいな感じ。なんで？なんで同じです。じゃあ俺行く。はい、嘘つくな。見えてる。マジでいい。それじゃ嘘つくな。言ってんで。それじゃできん。いやこいつはなんかママ活昨日出と言ってた。今その金はここにはない。ああ。ないんですか？振り込みです。これは2000円です。オッケー。うわ。もう金ない。でも口座の中俺400円しかない。嘘つけ。だってほんまにほんまに。まだまだまだ。あ、これから振り込んだ。あのバックれる可能性もあるし。やばいよお前。ただ遊びたいだけやんすよ。遊ばれてるだけ。遊ばれてるの。ママ、ママ活どうぞ。あの、先払いのがいいんじゃん。先払い。その日にもらう人がいいんじゃん。あ、その日にね。あ、なるほどね。俺はそう。お前は先払いしてもらう。俺は先はもう最初にもらう。何このグループ。何で10万10万10万マジで。俺は俺はなりたい。よろしくお願いします。スペシャラジオ坂間でボンボン。俺結構ね財布入れない派なんですよね。あ、まあ、はい、これ6000円。おらおらおら。なんで俺とタコミラカ一番お金があるわからない。これは絶対やらせです。みんな。ルールとしては、うん、まあこの今持ってる金額で、うん、まあ増やしてもらって一番増えた人は、みんなから、お金回収できます。あ、なるほどね。じゃあ俺が3000円でこいつら1000円1000円1000円やったら、残りのやつ全部もらえる。そういうこと。うん、そういうこと。俺がそう。あの、なるほど、ね、増えた額ね。だから今はまあ平等って感じやな。うん、借りんのはありな。借りんのはあり。借金はあり。借金マイナスだから。あとちゃんと返してな。それは。なるほどね。借金の分はマイナスになる。マイナス。それはもちろんマイナスだけど、増えた額や。個人の予定だったけど、やっぱチーム戦の方が盛り上がりそうなんで、そうやな。ちょっとチーム分けます。俺だってグッパイ、お前らグッパイ。オッケー。いや、せーの、パー。オッケー。同じ同じ。リボコチョウ。チームとオセロ。今日はチーム、チーム陸上チームとチームでオセロ。オセロ、オセロ、オセロ、オセロ。ちょうどどっちが真のギャンブラーかやな。ブラードで言ったら俺ら強いぜ。そしたらまあ正直多分2人の方が強いと思うけど。しない組とする組やん。俺らしないじゃんぶっちゃけ、うん、でもだから強いんだ。僕人はロッキーがありますよ。くチーム内で裏切りとかないんか。ない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 。こっち全然裏切りしたい。2人で裏切りしたい。まだ始めてない。でもこいつ裏切りしたい。パチンコで裏切りよって何。ないこれはもう台とかはもう行って決めるから。そうしよう。そんな感じで僕らは金なしクズニート集団としてやらせてもらってます。チャンネル登録者数年内5万人を目指して頑張ってます。なのでダイエットのことやかしろ。コメントできれば拡散までしてくれると僕らテンション上がります。ふぅ、行きましょう。 Here we go。はい、ってことで狭いよ。狭いよ。結構狭い。ない。いや俺ら1回動画撮ってるから。お前がメンヘラの時にメンヘラっていうか、ただ撮影するのだるかった。お前さ、マスクはしてこい。マスクしてるよ。してるわお前。聞いた言うなお前ら。本当にこいつはマジでさ毎回やってる。マスクつけろや。言うな。はい、チーム名、チーム名、チーム名パチマ。ラジオ坂間でボンボン。どういう意味？1000円投入。僕らギャンブラーなんで、あの、金銭の野郎の方が違うんですよ。まずどういう作戦でいく？2000円で
稼ぐ2万オッケー2000円で2万ね、オッケー。じゃあ台選んで、ここでオッケー。おい、どうやってやりますか。じゃあここにまず、ここにお金入れます。あ、そうだ、そっちやな、ごめんごめん。じゃあ俺はこのバイオハザードの台やります。実は俺もやり方わからんのよ、パチンコ。実はわからへんのよな。ただ、もうここでやります。あ、すいません、わからない。わからない。待ってる、待ってる。これワンチャンあるんだ。あるで、これ。これワンチャンあるんだ。いいぞ。じゃあこれ終わったらザグラ行く。ザグラ行こう。お前2000円やろ。手から捨てよ。うん、俺今2000円目、うん、俺1000円終わった。やばいな。終わり、やばい。デカルとかあるあるあるって、あるよ。ラスト1000円ラスト1000円やから、これなくなったら借金じゃあ俺も借金前提。そうや、借金前提。まあこれであったらばいい話やな。おい、うわ、でかったおい、頼むよ、ビッグボーナス行こう。見押しできる、お前。できる。じゃあお前やってよ。見押しやってる、やってる。あ、光った。違う違う、お前できねえやつや。おい、あ、お前か、何してんねん、お前。あ、これ最後。あ、これ最後だ。行けるよ。行けるよ。あ、前もうるさい。また前みたいに怒られるぞ、やめろ。怒られたもん。怒られた。お前パクるな。ということで、ちょっと、お金返ってきました。でもダムと分裂しちゃって、もう俺これって言っちゃったから、でも勝つしかないっす、パチンコ。はい、やります。うん、1時間言うてんのに半ぐらいハマってたの、うん、楽しかった正直、うん、俺じゃあ1000円負けてたんですよ。はい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 。で最後の最後になんか、うん、適当にやったらと思って、うん、やった台で一撃6000円の台があって、うん、当たったんですよ。おお。でまあ6000円ゲットしました。さっき換金してきました6000円ということはマイナス2000円です、ね、2000円。俺も最初北斗の拳1000円ぶち込んでで、アトランクで、うん、で、うまいも行ったよ、うん、うまいも行ったら、
レギュラーボーナスって言って、はいはいはい、そう、なんか3回当たって、これ来たなと思って、で、ビッグボーナス当たるかなと思ってやってたけど、当たらんくて、0円です。あ、ま、それはマイナス。いや、マイナス2000。あ、マイナス2000円使った。全部使い切った。そうそうそう、マイナス2000。でもこいつ借金せんかったね、俺に。あの2000円で1時間。おすごい、ね、2000円で1時間。それはすごいわ。すごいすごい。俺ジュースでも6本と、あれ、サキイカに。そう、俺も見てもらう、カップラーメンする。えぐっ。まだ3000円です。3000円負け？何？うん、負け、負け、マイナス3000円ね。うん、まだ3000円。うん、俺がだからマイナス1000円以内やったらお前らの勝ち。おっ、あ、じゃあマイナス1000円やったら同じや。あ、一緒か。うん、だからマイナス2000円。マイナスじゃなければプラマイゼロだったら。うん、そうや。うお、お願いします。でも結構長かったもんな。そうよ、ずっと同じ台座ってたから。それはワンチャンもあるし、もうね、光りまくってたから。じゃあ俺のトータル、マイナス6000。ゴミやん。俺らの勝ちだ、ね、俺らの勝ちやから、今余ってる金、ゼロえ、あ、全部なくなったんか。全部使った。え、こいつ、お前でも9000あるやん。そうや、9000。ごめん、ダンは僕らに9000です。え、9000。お前ら負けたチームやから。じゃあプラスやん、2人とも。俺らプラスを終始で言うとプラスの9000。その9000円はなんか1000円カードに入れた。なんで嘘つけ、嘘つけ、早く出せ。あ、出せ、あそこにあれ忘れる。それ9000円あるほんまに。9000円だよ、あれは全然。1,2,3,4,5,6,7,8,9。イエーイ。ってことは、俺が8000で1000円。どうなってんの半分やん。いや、半分できんやん。じゃあ俺4000もらおう。おぉ、3500円。お前4500円だからね。俺のチームの、はい、パチ。いいなぁ、黒人からカツアゲしてるみたいな感じ。負けたお前らが悪い。こいつたくさんお金使った、殺してもらえませんか。なんでそんなに、なんで6000円使ったお前。いや、もうね、いや正直めっちゃマジで本当多くて、キリーンが、でも一回も当たらなかった。一回も当たらなかった。この台熱いんちゃうんだ。こんな、こんな来るんだったら熱いんちゃうっていうのをずっとやってた。何も当たらず。でも隣のおじいさん、おばあさんめっちゃ買ってる。なんで、おばあさんとおじいさんだけめっちゃ買ってる。なんで。俺も最後で当てんかったら普通に負けてたから。もう負けてた。一番ラストのラストで、うん、ギリギリや。ギリギリ。マジでめっちゃいい勝負だったな。そう、じゃあ勝ちました。でももうちょいやってた、うん、あとじゃあこれあと2000円やりに行こう、うん、アホや。じゃあ俺あれお金いらんからさ、あれ身分証だけもらう。いや、それはダメ、落とす。